スノーガーデンゆきです。今日はダイソーさんの材料を使って飾ってイヤリングを収納できるアイテムを作りたいと思います。必要な材料です。まず刺繍枠、チロリアンテープ、オーガンジーリボン、接着できる手芸用の両面テープ、あとはハサミを使います。材料はこれだけです。リボンをカットします。でカットする際は上と下の2段になるので合わせながらだいたい 1-2cm 長めになるようにカットします。でその際には表と裏面を重ねて止めていくので同じ長さを2枚カットします。でカットしたら両面テープで留めます。すいません、先ほど材料のところでちょっと言い忘れちゃったんですけれども、マジックを使います。で、こちらに印をつけてしまうと見えちゃうので横の面に大体の位置に印をつけてください。ちょっとここは違うんですけど、こことここですね。で、ここに印をつけました。印をつけたら1本のリボンは二重にしてしまうと締まらないのでカットします。と上の段のリボンが線を描いた若干外側ですね、5ミリ程度ですかね、カットします。ここもカットします。次に内側の枠を置いて テープをもう剥がしてたんですけど、今でも大丈夫です。タイミングはいつでもいいので、貼る前に剥がして、で横の印を見ながら貼り付けます。で先ほどカットしたところを入れます。すいません、カットをマジックの何ミリか外側って言ったんですけれども、カットはマジックのところでちょうどで大丈夫です。マジックのところでカットします。
こう両面テープをつけて、で後ろに先ほどカットしたリボンをつけます。上から外枠をはめてしっかりネジを締めます。あとは余分なリボンをカットします。ちょっと今回はこの上の部分は短く切りすぎてしまったんですけれども、本当はこれぐらいしっかり余分な長さを取って、きちっとバランスを取って貼りながらネジを締めて、で余分な糸をカットします。あとはオーガンジーリボンを結びます。でオーガンジーリボンもだいたい好きな長さでいいんですけれども、今回は60センチでカットします。でもうあとはでぐるっと巻いて半分のところぐらいですかね。で一旦止めて、そこからリボン結びをします。でこのリボンのハサミを入れた先なんですけれども、ちょっとほどけてきやすくなっちゃうので、そういった場合はライターで少しだけ炙ってあげるとほつれにくくなります。あんまりやっちゃうと黒く焦げちゃうので、本当にサッとする程度で大丈夫です。これで少しほどけにくくなります。後ろからでリボンを通してあげるとイヤリング収納飾りの完成です。刺繍枠を使った収納アイテムが完成しました。あんまり大きかったり重量のあるイヤリングをつけちゃうと壊れる原因になるので、できたらあまり重たくないイヤリング、普通のイヤリングだったら大丈夫だと思うんですけれども、そこが注意点になります。あとはイヤリングを外す際、できたらきちんと金具は一旦広げて、取る。で、つける時にもちゃんと広げてパチッと止める。こうしていただくとより長くアイテムが楽しめるんじゃないかなと思います。こうやって飾ってまた収納すると、でお気に入りのイヤリングとかはちょっとパッと目に入っていいんじゃないかなと思います。この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。